さあ始まるよ、イエーイ。今日はですね、私がずっと行きたかったけど行けなかった動画の企画にしたらなんとか勇気を出していけるかもしれないという乙女なら誰もが一度は行ってみたいと思うんじゃないでしょうか。池袋にある BL カフェに行きたいと思います。知ってる人は知ってるかもしれないんですけれども、私ちょっと不女子なんですね。元、最近そんな不女子活動してないんですけれども、まあね、ついこの間までは不女子してたんで BL 好きなんですよ。というわけで行きたいと思います。ヒャイッコ。それじゃあもうパンドラの箱開けちゃいたいと思います。緊張する。行きましょう。おはようございます。おはようございます。そうよね、学校だもんね。この学校のルールっていうのがあるんですけど、まずはじめにご入学おめでとうございます。イエーイ。ノリがいい。当店池袋 BL 男子学園とは BL がモデルとなった学園となっております。はい、学生内に学費を納めていただきます。はい、帰りたいとき下校とおっしゃってください。はい、池学の校則です。池袋 BL 男子学園を池学ってやってします。はい、在校生には触れちゃいけません。でフードとドリンクのお写真はよろしいんですけど、在校生が写っている場合は消去って形になってしまいます。ご了承お願いします。はい、あとはプライベートのことは聞かないことをお願いします。はい、最後に楽しい学園作りを送りましょう、はい、ということで了解です。楽しくいこうね。オッケー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 。もうちょっとで入れそう、この設定感に。あ、もう始まってる。すごい、見たかったやつやってるよ。これですね。これですね。これですね。エミさん顔が尊いね。尊い来ていたんですよね。アイスティーです。はい、はじめまして、僕2年生の生徒会長です。板垣かけると言います。はい、よろしくお願いします。生徒会長、ここはどういうきっかけで来られたんですか？親がもともとここ僕出身で。あ、そうなんですね。そう、だからお母さんも同じ学校行きたいなと思って。お母さんも不女子ですか？あっちの方に教科書とかいろいろあるので、ぜひ。教科書ですよね、これはどう考えてもね。まあ、こういう感じなんですけれども。どういう本が好きとかってあります？基本的にもやっぱ中村俊菊先生の作品は基本的に好きですかね。有名ですもんね。今この大体の関係性教えてもらっていいですか？秘密ご想像にお任せします。あ、もう勝手に決めていいんだ。私だから絶対決めるんで。一番左 の、 3年生の先輩はのんけより、はい、でも1年生 の、 その今ずっとロックオンしている子に迫られて、あれ俺もしかして男もいけるのかもってなってる所存。1年生の子はもう完全にこれワンコちゃんです。ワンワンワン言うて、もう本当に次なんだね。もう3年の先輩大好き、 I love you、 今だけは悲しい歌聴きたくないよ状態。2年生の子も多分3年生のこと好きなんじゃないかな。でも年下の子はこんなグイグイ行ってる手前、自分はあんまグイグイ行けないなみたいな。でも密かに本当は俺の方が先輩のこと分かってるのに、プンスカプンプンプンみたいな感じに思いつつも、なかなか言えないんですよね。不器用系で、それを全部分かってる生徒会長、この一連の流れを全部分かってる生徒会長が2年生の子好きなんですよ。けなげに頑張ってて、なんか本当は好きなんだったら言えばいいじゃん、言えないよみたいな感じで応援してると見せかけて本当は好き。はい、今日はこの設定を守っていきましょう。わかりましたか皆さん？わかった、イエーイ。パリピケーブリッコがいらっしゃいますね。でも可愛いか何でも許せます、ね、可愛いか許しました。可愛い。じゃあとりあえずご飯頼んでいいですか？はい、セーフですもんね。そう、学校なのにここはご飯を作ってくれるの？家庭科の授業かな。そんな感じです。じゃあオムライス。オムライス、欲しがり屋な君のふわとろオムライス。メニューがすごいな。 BL メニューとかもあるんで。ツンデレ生ハムの冷製パスタ。ツンデレ生ハムって何？生ハムがツンデレ。生ハムがツンデレなんや。はい、じゃあこちらオムライスですね。美味しそう。これ A はももくんに書いてある。あ、オッケー。ももくんは得意なの？そうだね。そうなんだ。何書いてくれるのかな。じゃあエミリン書くね。エミリン書くの？うん、ちょっと似てない。普通に似てるのよね。いただきますね。どうぞ。これは作ってくれたのは誰っていう設定なんですか？作ってくれたのはみんなです。みんなの思いで出来上がったオムライス。すごい、パッと見たら始まってんだ。今オムライス食べてるから見てないから大丈夫だよ。いただきます。次は焦がさないようにします。不思議な時間が流れてなるかならないかというと幸せな気持ちにもなってます。どうしよう、まだまだ天使に飲まれてる。違うな、タイムこんなもんじゃない。もっとここをホームのように使いたいの。だから頼みます。 BL メニュー。妄想カップリングポッキーというのはこちら指名したらいいんですね。そう、4人の中から2人選んでもらいます。で、どっちが受け、どっちが攻め、 そこまで選べるの？ストーリーも決めていただく感じで。
すごいね。エミリンさんが監督になるんですよ。めっちゃ楽しいやん。全裸監督を思い出す。ちょうど見たのよ最近。全裸になりますか。全裸にはならない。あ、オッケー、決まりました。整いました、はい、先輩大好きなワンコ系1年生の男の子が、やろうよポッケーギャーもみたいな感じでやっていただきます。で、先輩はなんかいいよそんなのやりたくねえよみたいな、気持ち悪いよみたいなテンションなんですけれども、まんざらでもない感じを出していただいて、はい、お願いします。用意アクションって言ったら始まります。 OK です。はい、はい、じゃあいい作品撮りましょう。いきましょう。よーい、アクション。疲れた学校。疲れたね。疲れた、ね、頑張ったね今日も。うん、頑張った、うん、てかさ、みんな帰っちゃったね。うん、確かに早いね。早いね。うん、あ、そういえばね、うん、自分でポッキー買ってきたの。ポッキー、うん、食べないポッキー。あ、くれるの。うん、あ、ありがとう。食べる。うんうん、いいよ。え、でも普通に食べちゃつまんなくない？え、そういうものじゃない？ポッキー。じゃあポッキーゲームしようよ。ポッキーゲーム？うん。いや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 、恥ずかしい恥ずかしい。なんで？え、でも誰もいないから別に。いや、だって誰来るかわかんないし。大丈夫。鍵閉めといたから。鍵？うん。なんで嫌なの？よくそういう場所じゃないじゃん。お勉強する場所じゃ。いいじゃん別に。なんで？ダメ。なんで？恥ずかしい。本当は？やりたいけど。やりたいでしょ。うん。じゃあいいじゃん。お家帰ってから。お家帰ってから。うん、今やり。いや、だってほら、え、先輩とか来るよ。今やりたいの。今、うん、いい。うん、じゃあちょっとカット、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 カット。じゃあ待って、ハイレベルな AV。 美味しい。向こうでやろうか。向こうでやろう。すごくない？レベル高ない？え、うちしましたよ普通に。ご想像にお任せします。え、カットしようと思ったけども、あーったんだけども、止まんなかった。彼らはごちそうさまでした。こちらこそごちそうさまでした。想像以上だわ。あー、続いてお願いいたします。え、でもちょっとこの二人はエモい感じがいいな。どういうのが多いですか？嫉妬が多いかも。 OK、 はい、わかりました。ももちゃんは先輩のことが好きっていう設定にしてるので、それに嫉妬する生徒会長、逆にそれだけにしてあと任せます。わかりました。打ち合わせ大丈夫ですか？なんて言ったのか気になる。よーい、アクション。お疲れ。お疲れ様。今日何してたの？今日、翔吾先輩とお昼ご飯一緒に食べて。あ、あの、3年生の。うん。なんか相当頭悪いって有名だけどね。頭悪いよ。あ、やっぱり、うん、でもちょっと可愛いよね、そういうところが。好きな人とかっているの？好きな人？まあ、翔吾くんが好きかな。それは恋愛感情として好き？そうだよ。脈はありそうな。脈ありかどうかは分かんない。どうしたの？こっち向いて。俺の好きな人言っていい？ももくんが好き。僕？友達として？うん。本当に？だから、うん、翔先輩のことが好きって言われるのは悔しい。でもどうしたらいいか分かんない。でも翔先輩のことが好きなんでしょ。うん。じゃあ振り向いてくれるまで待つから目つぶって。目？分かった。頑張って振り向かせるね。やばくない？未来が見えました。今私には分かりました。このお店の楽しみ方、完全にすっごい心地いい。全裸監督やわ。もう伸びるわ。本当が伸びちゃう。あー、やだ。演技がシンプルでうめえということを加味して、こんなんだいぶ遊べるよ。いい場所見つけちゃった。はい、質問です。チューさせるのは2人なんですけど、物語の中に私が入ることは可能ですか？NG ですか？やだ。二人の空間だもんね。第三者として同じ学校の女の子みたいな感じで入ってくれるんであれば全然大丈夫。なんかちょっと見慣れない顔の方が。どちら様ですか？あ、保健の先生です。あ、この学校の保健の先生。幅が広がりましたね。分かってますね。あえて保健室の先生を用意しとくっていうこのお店の周到さ、そして乙女心の熟知、素晴らしいですわ。保健の先生が教えてくれるんだ。保健室の先生と誰行こうかな。保健室の先生と何
んかありそうなのももちゃんなんだよな。いきましょう。やっちゃおうかな。めっちゃベタなやつでいきましょう。秘密の授業教えてあげるよみたいなやついきたいですね。普通に怪我して先生ここ怪我したみたいな感じで来たら先生がいらっしゃって激怒させられちゃうぜわーみたいな感じでいきましょう。全裸監督もちょっと頑張らないと。よーいアクション。先生どうした。怪我しちゃった。どこ。ここ足怪我したの。怪我しちゃった。何で怪我したの。サッカー。サッカーしたの。本当に怪我した。うん。血出てないよ。出てるんだよね。じゃあちょっと心臓貸してし。心臓。そう。分かった。やっとが早いかどうか。分かった。うん、めっちゃドキドキしてるね。別に。本当。本当に怪我した。してない。してないよね。嘘ついたね。なんで来たの。ここに会いたかった。会いたかったの。一個ちょっと特別な治療してあげる。おまじない。おまじない。そう。すぐ何捨てればいい。え、まだ回ってこう口を入かしてくれたら。目になった。目切れた。じゃあ放課後終わったらどっか行く。行く。いいよ。じゃあ毛病はもうしらんね。分かった。エロ教室通報しました。こんなあーやるもう放課後絶対。ごちそうさまです。こちらこそごちそうさまです。毎回ごちそうさまですって言ってくれるんですけど、こっちのセリフですよね。マジでごちそうさまですなるほど。幅が広がっちゃった。監督大変。全裸監督の身にもなって。オッケー。じゃあ最後壮大なドラマを作りましょう。いきますね。こういうなんか乙女ゲームありそうだな。よーいしょ。私の名前は大松恵美。どこにでもいるごくごく平凡な17歳。実は私好きな人がいるの。今日は好きな人に告白したいと思います。頑張るぞ。彼が憧れの翔吾先輩。今日も知的に本を読んでらっしゃる。なんて素敵なのかしら。まさにこの世の憧れ。いつ憧れ。さあ行くわよ。あ、エミリン、おはよう。おはようございます。実は私、翔吾先輩のことが好きなんです。付き合ってください。ごめん、俺好きな人いるんだ。誰なんですか。後輩なんだけど、1年生のレオン君。そうなんですね。うん、ごめんね、でも気持ちすっごい嬉しいよ。でも、諦められないですよ。そんなの、私を振るための口実かもしれないじゃないですか。証拠見せてくださいよ。証拠。レオン、レオン、あ、どうしたの。おはよう。おはよう。あのね、俺レオのこと好きじゃん。うん。好きっていう証明がいるんだって。好きっていう証明、誰が言ってんの、そんなこと。ん、エミリー。エミリー、うん、誰。誰よ、あんた。翔吾先輩の何なわけ。誰。え、怖い。誰、新しく入った先生の人。生徒よ。誰なの、あんた。告白してもらって、諦めきれないんだって。え、でも、付き合ってるから取らないで。私もでも翔吾先輩のことが好きなの。本当に付き合ってるんだったら付き合ってるっていう証拠見せなさいよ。待って、そっか、じゃあいつもやるか。そこだけど行くかな。うん、焼かないでね。大抵もういい。あんたらのことなんか知らない。バイバイ。もうなんで私翔吾先輩のことなんか好きになっちゃったんだろう。まあ別にね、言うても別にそんな好きじゃなかったし、本当に好きな人は別にいるからマジで。うん、本当に好きな人に今から告白するの。本当に好きなのは生徒会長。この学校の生徒会長はちょっと不器用な感じがして、だけどなんかあざびやかできらびやかでとっても素敵な人なの。今から告白しちゃうぞ。お疲れ様です。お疲れ。今日も生徒会のお仕事大変ですか。まあ別にそんなに大変じゃない。大丈夫。ありがとう。はい、また何してるんですか。話して。あ、OK。 じゃあ一緒に聞いてもらっても大丈夫なんで。私生徒会長のことが好き。付き合ってください。ああ、ごめん。俺の好きな人、ももくん。そうだったの。うん。いきなり始まっちゃうやつ。すごい。あー、やだ、もう先生。なんでなのよ。好きって言ったの取り消します。嘘です。なんでみんな恋人がいるのよ。本当に信じられないわ。でもあんなやつのこと本当は好きじゃなかったの。彼氏持ちは好きじゃない。だから私はもう楽器からは卒業します。私が本当に好きなのは封建一の先生、大人の先生。
生なら絶対私のこの気持ちを受け止めてくれるはず。だから私は保健室の先生に告白しに行っちゃうのだぴょーん。イエーイ。先生おはようございます。おはよう。先生ちょっと話があって、実は私ずっと前から先生のことが好きなんです。付き合ってください。そっか、もう僕いるんだよね。いるとは。もそう、俺のペット。ペット。そう、ごめんね。あー、もうわかった。チャンネル登録よろしくね。